バッターはトップに帰って赤星。1番センター赤星。初球すっぽ抜けボール、やや力が入ったか。1球目ボールから投げた、縦のカーブ外れてボール。ノーツーから第3球を投げた、アウトコース低めいっぱいストライク。次が4球目打った、掴んでこれで3アウトになります。5回の表が終わって1対1タイガース、この回1点返して同点としています。これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは尾関、これが2打席目になります。投げました、打ちました、ショート取って一塁送る、アウト、ワンアウトです。バッターは8番相川。8番キャッチャー相川。ストレート見送ってもインコース際どいところ。さあ次の投球です。これは打ち上げてしまった、習い足が止まって構えた。ファーストキャンバスの後方ボールを掴みました。相川ファーストフライに倒れました。9番ピッチャー工藤。第1球を投げました、シュート見送ってもワンボールから第2球を投げました。工藤よく選んでいます。投げました、外れました、工藤よく見ています。第4球を投げました、直球決まってストライク、ここは1球見ます。第5球を投げました、ここは選んでフォアボール。安藤今日2つ目のフォアボール。打順は1番に帰って西、今日3打席目。西まっすぐ決まったストライク、アウトコース低めいっぱい決まったストライク。第3球を投げた、空振り三振、西センターとの三振。前半終わって1対1現在同点です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは2番平野。第1球を投げた、縦のカーブ外れました。投げた、アウトコース高め見送ってストライク。投球3球目、外のボール球打った、ファウルボール。低め打ちました、一塁アウト。平野これで3打席連続ノーヒット。右バッターボックスは3番新井。第1球を投げました、直球ストライク。投げました、変化球ストライク低め。さあ追い込まれました、投げました、直球見送ってボール、わずかに外。第4球を投げました、縦のカーブはボール。新井集中しています。カーブ三振。バッターは4番金本。第1球を投げました、アウトサイドボール。第2球を投げました、インサイドついてボール。ノーツーから投げた、スライダー見送ってストライク。次が4球目、アウトロー変化球ストライク、ツーツーベーコンカウント。さあ5球目、内角空振り三振。ベイスターズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1同点です。ベイスターズこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番石井、これが3打席目になります。膝元直球ストライク、初球まずは入れてきました。すっぽ抜けボール、外角外れてワンエンドワン。直球も外へ、バッティングカウントになって第4球を投げた、アウトコース低めフォーク決まってストライク。ボールカウント2-2、打った石井、今日ここまで3打数ノーヒットです。バッターは3番金城。お、ストレート外れました、これはわずかに高いか。さあ2球目、真ん中高め直球ストライク。さあ3球目、インコースへボール。第4球を投げた、低め見送ってボール。
第5球を投げた。金城選んでフォアボール。安藤今日3つ目のフォアボール。4番サード第1球を投げました。まっすぐ決まった。ストライク。一塁牽制球を送ります。セーフ。第2球を投げました。内角際どいボール。投げました。ストレートボール内角へ。ボールカウントワンツー。投げました。アウトコースわずかに外れてボールワンスリー。第5球を投げました。インコース詰まらせた。ヒット。センター前ヒットになった。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げました。高めわずかに外れてボール。第2球を投げた。落とした。ボール。佐伯よく選んでいます。ノーツーから投げた。フォークはボール。アウトコース低め。第4球を投げた。速球ストライク。アウトコース高め打った。二塁フォースアウト。ファーストはアウト。ダブルプレー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。中盤終わって1対1ベイスターズ勝ち越しのチャンスを逃しました。ここでタイムを取りました。工藤マウンドを降りましてマット・ホワイト今日2番手としてマウンドに上がります。工藤変わりまして、いよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは5番桂木。第1球を投げた。ボールスライダー外れました。アウトコース際どいところ。ボール前から投げた。カーブはボールインコースへ。ノーストライク2ボール。第3球を投げました。外角低め打った。センター前ヒット。クリーンヒットです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。さあ初球高め外れてボール。第2球を投げました。ここは送りバント。ファーストへ。アウト。ワンアウト。さあ勝ち越しのチャンスにバッター矢野。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。直球ボール。まずは高めワンボール。第2球を投げました。インコース詰まった。ボールを取って一塁へ。アウト。ここでバッターは関本。これが3打席目になります。第1球を投げました。アウトサイド。判定はボール。投げました。低め際どい。ボール。投げました。内角際どい球。ボール。直球決まってストライク。ここは1球見ました。打ちました。バットの先取って、これで3アウトチェンジ。マット・ホワイト抑えました。ベイスターズ流れを引き寄せにかかります。満員の横浜スタジアム、その上空に闘志を燃やせたばかりたくさんの花火が咲き乱れています。7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは吉村。スライダーはストライク。外角打った。さあ3球目。ファウル。ツーナッシングから第4球を投げた。フォーク見送ってボール。ツーエンドワンから投げた。ストレートはボール高め。ツーエンドツーから投げた。フォーク空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。第1球を投げました。村本直球ストライク。投げました。打った。引っ張った。切れていきます。ファウル。打った。ファースト掴んだ。一塁アウト。バッターは8番相川。投げました。低め際どい球。ボール。第2球を投げました。スライダーボール外角低め。投げました。直球ストライク。投げました。ボールアウトサイドわずかに外れた。
張った。ファルボール。結局フォアボール。安藤、今日4つ目のフォアボール。ここでタイムがかかります。代打は内川。ベイスターズ選手の交代を知らせいたします。第1球を投げた。外際どいボール。初球ボールから投げた。ストライク。アウトコース厳しい球。投げた。ボール外れた。内川よく見ています。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。フォークはボール低め。投げました。スライダーストライク。ツーストライクスリーボール。自動的に一塁ランナースタートします。セーフ。第7球を投げました。三振。7回が終わって1対1ベイスターズ。ラッキーセブンは無得点で終わりました。マット・ホワイト降板。木塚今日3番手としてマウンドに上がります。ピッチャーマット・ホワイト。ここでタイムです。変わりまして、バッターは代打木山。木塚背番号20。さあ1球目インロー際どい球ボール。バッター1球目ボールから第2球を投げました。インコースわずかに外れてボール。おっと打ち上げた。佐伯ゆっくりと構えた。ファールグラウンドボールをつかみました。木山ファーストファールフライに倒れました。第1球を投げました。直球ストライク。インローへ打ちました。センター掴みました。赤星センターフライに終わりました。バッターは2番平野。これが4打席目になります。外れたボール。投げました。内角低めいっぱいストライク。スライダーを使ってきました。ワイドアウト。第3球を投げた。インコース低めいっぱいストライク。バッター追い込まれました。さあ4球目ストレート打った。ファーストへ送る。アウト。スリーアウトです。最後はショートゴロに倒れました。8回の表が終わって1対1同点です。安藤マウンドを降りまして久保田今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番西。ストライク。アウトコース厳しいボール。まずは初球決めてきました。アウトの直球ストライク。久保田追い込んでいます。インコース詰まらせた。一塁へアウト。西これで4打席連続ノーヒット。バッターは2番石井。ショート石井拓郎。インロー攻めてボール。ワンボールから投げた。外角際どい球ボール。ノーツーから投げた。縦のスライダーはストライク。バッティングカウントから第4球を投げました。速球外れました。石井集中しています。ワンエンドスリーから投げました。外角高め打った。取った。一塁送球アウト。バッターは3番金城。今日4打席目。さあ1球目打った。引っ張った。ファーストキャンバスの後方ボールを掴みました。久保田上位打線を三者凡退に抑えています。8回が終わって1対1現在同点です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは3番奈良井。これが4打席目になります。投げました。打った。ピッチャーボールを掴んだ。一塁送る。アウト。奈良井今日ここまで4打数ノーヒットです。バッターは4番金本。第1球を投げました。内角低め。判定はボール。投げました。打ちました。投げました。ボール。外角低めの変化球。第4球を投げた。シンカーはボール。外れました。ワンエンドスリーから投げた。よく見た。フォアボール。ワンアウトランナー一塁に変わります。
今日2本のヒットを放っている桂木、初球打ち引っ張った、フェア、一塁ランナー二塁待って三塁を狙うか、さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁、ここでタイムを取りました。木塚降板、寺原ワンヒット勝ち越しのピンチで降板です。ピッチャー木塚、この場面でチャンスに強い鳥谷、さあここで得点が入りますとこの試合で大きな意味を持ちます。ボール直球外れました、わずかの内側ショート、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ、投げたスライダー外れてボール、鳥谷よく選んでいます。第3球を投げた、速球決まってストライク、投げました、速球棒低め、第5球を投げました、内角高め、ストレート決まってストライク、投げました、打った二塁送球、セカンドフォーサー、一塁アウト、ダブルプレー成功、寺原見事ピンチを切り抜けました。これからベイスターズの攻撃に入ります。ここまで2安打の村田、青一色のスタンドで放り込むことができるか、さよならか、さよならか、さよならか、入った入った、さよなら、さよならホームラン、初球を完璧に捉えました、ベイスターズさよなら。今日のハイライトです。もちろんこの人、見事サヨナラホームランを放った村田、今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。ご覧いただきました一戦は横浜ベイスターズ対阪神タイガース2対1ベイスターズサヨナラ勝ちで試合を決めています。実況担当川地直樹で横浜スタジアムからお伝えしました。